ダイハツムーブ、ムーブ、ムーブは、ダイハツ工業が生産、販売する軽トールワゴンのブランド、商標、及び社名である。現在生産されている6代目の生産は、ダイハツ市が工場、第2地区及び京都工場で行われる。かつてのモデルでは、並行して、本社、池田工場で生産されていたモデルも存在する。スズキのワゴン R に対抗すべく、投入。 当初のキャッチコピーはムーブ仕様。現在では、ダイハツの看板車種、ワゴン R と並ぶ系トールワゴンの代表的車種となった。バックドアは5台目までは一貫して横開き式を採用していた3台目の一部で跳ね上げ式も選択できたがそれでも横開き式が基本が6台目でついに一般的なハッチバックにある跳ね上げ式、縦て替え式となった。 横開き式のバックドアを採用した、軽トールワゴンは5代目までの歴代ムーブの他には、2014年まで、残ったのは5代目のスバル向け OEM モデルの2代目、ステラのみと、実質1車種で、あ、過去にも、三菱自動車工業のミニカトッポトッポ BJ、トッポに存在した程度のっけうな存在であった。バリエーションは、ノーマルモデルのムーブ、ムーブと、 1997年5月の一部改良で追加されたスポーティーモデルのムーブカスタム、ムーブカスタムの二通りで、こちらも現行の6代目まで踏襲している。さらにこの2バリエーションはシリーズ車種のコンテやそれぞれの OEM 車種、5代目、6代目、ムーブ、2代目、3代目、ステラ、コンテ、トヨタ自動車向けのピクシススペースでも共通。ベースは、 L500 系、ミラ。インパネは、ミラのものをそのまま流用している。マニュアル車にパートタイム 4WD、オートマチック車にフルタイム 4WD を用意していた。FF を主体としている、軽自動車のパートタイム 4WD としては、前年にフルモデルチェンジされた動車のミラに続いてこの、ムーブが最後となった。外装は、イタリアのデザイン会社アイで、A とダイハツの合作で、A ピラーから、 フロントバンパーに至るキャラクターライン、標準車のみとグリルレスのフロント周り、縦型テールランプがデザイン上の特徴であった。兄弟車であるミラとフロアパインやインパネを共用する関係でシート着座口はミラと大差なく、その分図上空間が大きく取られている。2世代メール9 0 0系以降は標準車とカスタムでテールランプが異なるが、 初代は両車とも同じである。ドアの枚数は5枚で、上級モデルには、リアシートヘッドレストを標準装備。エンジンは、新開発の EF 型 DOHC エンジンを搭載し、4気筒 JB 型エンジンのターボ仕様も設定。ターボ仕様は FF のみだった。グレードは、キャブレター仕様の FF が、下から、CACGCL、E5 仕様の FF が、 CXE5 仕様の 4WD が CSZ44 気筒ターボが SR で CS は CG に相当し Z4 は CX をベースに RV 風の装備を施したものである CA 以上のグレードではキャブ仕様であってもタコメーターが標準装備されたなおこのモデルは全高が高いため車内空間にはデッドスペースが存在するが その文化物の収容能力が高いことや、ガラス面積が大きいため、見晴らしが良いという利点もあった。さらにこの時代の軽自動車にしては珍しく、リアシートがスライド可能で足元が広く中型セダンに匹敵する、車内空間を兼ね備えていた。軽自動車の規格改正、衝突安全性の見直しによりわずか3年少々で、モデルチェンジされた。プラットフォームは、 先代モデルの設計の多くを踏襲し、新規格に対応させるための設計変更で、極力コスを抑えて開発された。基本的に、先代モデルをベースとしているものの、外見上の造形は極力現代風のしつらえ、1998年、当時に刷新されている。このため、先代モデルより前後ドアアウターパネルを流用している。ただしアウターパネルのプレスライン自体が異なる。 標準車前期のデザインは、エクステリアインテリアともに、ジョルジェジュージアーロ率いるイタルデザインが担当。前期型標準車のカタログには、ジュージアーロのサインが入っていた。カスタム、RS は、標準車を基本に、ダイハツ車内で手を加えたもの。フロントグリル、フロントフェンダー前後バンパーなどのデザインが相違していた。フロアパンの見直しによって、 仙台は着座位置が低いままに、天井高を上げたために生じた、デッドスペースの改めの効果があった。ミラーと共用していたインパンレも、ムーブ専用設計となった。これまで道理標準車とカスタム系の2本立てとなっている。カスタムについては、エンジン吸気方法の違いによって、エアロダウンカスタム、ターボチャージ型及び、カスタム、自然吸気型に分けられている。 外見上の特徴として、エンジンフード上のインタークーラー用、大型エアスクープのウム、リアドアブレのデカール調布等がある。またエアロダウンカスタムの名の通りで、車高も相違するが、エアロパーツは共通であった。標準車は2000年10月のマイナーチェンジの際に、カジュアルという通称が付けられた。衝突安全ボディ、タフ、タフ、軽自動車発となるデュアル、運転席及び、 助手席、SRS やバック、パワードアロック装着車には、衝撃時にドアロックが解除され、ハザードランプ、ルームランプおよびドーム型室内ランプが点灯する、衝撃感知安全システムを装備するとともに、プリテンショナー、フォースリミッタ機構付きシートベルト、ブレーキアシスト付け ABS をオプション設定。さらに、エアロダウンカスタムの 2WD 車と、 SRXX の 2WDAT 車には ABS PC 横滑り制御を組み合わせ、雨や雪道等の滑りやすい路面での安全性、並びに快適性に寄与する DVS をオプションで設定するなど安全性が向上された。電動ガラスサンルーフ、オートエアコン、カロッェリアカセットステレオ &16cm、フロントスピーカー、一陣 c d オートチェンジャー、6連装、 リアズリ下げ、式スピーカー、コンパクトナビゲーションシステム、キーレスエントリー、リモコン、パワーウィンドウ等の快適装備もオプション設定された。なお、逆にサイレンカグレードの CG には、パワーウィンドウ、集中ドアロック、キーレスエントリーは注文装備となり、当時の軽乗用車としては珍しくなった、運転席からバックドアの施錠ができる電磁ドアロック。 集中ドアロックが装備されるとつかないがついた。初代ではほとんどのグレードにタコメーターがついていたが、この台より5台目までカスタム系や SR が中心となる。標準車は生活革新。エキサイティングミニバンをテーマにしたカジュアルで上質感のある内外装デザインに対しカスタムはモバイル世代のラジカルボックスをテーマにした若者向けの先進的で スポーティな内外装デザインとしていた。この台からリアのナンバープレートの位置が異なり、ノーマルタイプはリアバンパーにカスタムはバックドアにナンバープレートの位置が来るようになる。新開発のプラットフォームが採用され、オプションにも i モードやエアコン、オーディオ、外気温など車両情報の表示ができる DVD。 ナビゲーションシステムや減速制御や先行者の追従走行が可能なレーダークルーズコントロールなど多数の先進、豪華装備が用意された。福祉仕様のスローパーのスペアタイヤ設置場所がテールゲートから室内に変更。バックドアは仙台同様横開き式が標準だが一部グレードで跳ね上げ式を設定できた。この場合、バックドアのドアハンドルは 蓋で塞がれるため、バックドアタイプの違いが容易に区別できる、跳ね上げ式を選択した場合、標準タイプについてもカスタムと同じリアスタイル取った。2014年12月に6代目へフルモデルチェンジするまで跳ね上げ式バックドアを選択できた唯一のムーブであった。前期型のみ、ボディカラーがスチールグレーメタリックの場合、跳ね上げ式バックドアは選択不可能となる。 今世代からカスタムの最上級グレードエアロダウンカスタムの名が消滅しエアロダウン RS と統合カスタム RS に名称変更した目標月間販売台数は12000万2千台と発表されている外観デザインはフロントから流れる卵型のワンモーションフォルムとなっており3台目に比較してホイールベースが 100mm 拡大され 居住性を大幅に向上させている。リアシートの座面は高く、前後に大きく、スライドが可能。また初代に見られた A ピラーからフロントバンパーに至るキャラクターラインも復活している。すでにエッセイやソニカで採用されている新開発の KF 型3気筒 DOHC12 バルブエンジンを全車に搭載。一部グレードには CVT を採用して燃費向上を図る。なお、 標準グレードの L には5速 MT の設定もある。カスタムは一部グレードを除き、プロジェクター式、ディスチャージランプを標準装備してる。VSC、プリクラッシュセーフティシステムなどの安全装備をカスタム RSFF にオプション設定。車種は7代目ミラと共通である。また、このモデルから5代目前期型までセンターメーターを採用した。なお、 オプティトロンメーター装着車と通常メーター車とでは、ウィンカー音が異なる。歴代同様、ノーマルとカスタムのにバリエーション展開を踏襲する。今回の改良では平均で、約 35kg の軽量化を図るとともに、KF 型エンジンも、特性を全面的に見直し、トランスミッションを CVT に統一。合わせて、CVT は、ガソリン車 CVT のアイドリングストップシステムでは、 世界で初めて電動オイルポンプを廃止し、ユニットを小型化、さらに新エンジンの搭載に合わせて変速制御域の最適化を行った。アイドリングストップシステムではエンジン始動時間の短縮と油圧室のオイルシールを二重化することで前述のオイルポンプを廃止したほか、エンジン停止中のカーナビやオーディオ用補助電源がある電気二重層キャパシタを アイドリングストップ制御用液と一体化した DC、DC コンバータに置き換えることで廃止。坂道でのブレーキホールド機能は従来の ABS から VSC を用いる方式に変更してブレーキを増圧、それのイドバルブを省略している。これらの見直しで重量約60%、コスト約70%の低減が図られ、再始動時間も従来から0.1秒短縮されている。 その他にも大幅なコストダウンは多数行われ、カスタムは3代目、4代目では、バックドアに設けられていたリアのナンバープレートの位置が、初代、2代目と同様にバンパー状に戻され、バックドアパネルがノーマルと同一になったほか、標準系からドアミラーターンランプが廃止された。また、エコアイドルを搭載する X、X、X リミテッド、カスタム G にはリアに、 一個イ,イドルエンブレムが装着される。リアコンビネーションランプに LED を採用ししょう。電力化すると同時に、X、X リミテッド、カスタム G には、新開発のアイドリングストップシステム、エコアイドル、エコアイドルを組み合わせたことで、27.0kmL、4WD 車は 24.5kmL、いずれも10.15モード燃費の低燃費を実現。 エコアイドル非搭載の L カスタム X カスタム X リミテッドでも 25.0kmL4WD 車は 22.5kmL いずれも10.15モード燃費の低燃費としたことによりターボ車のカスタム RS を除く全グレードで平成17年基準排出ガス75%低減レベル及び成22年度燃費基準プラス25 パーセント達成となった。ホイールベースは 35mm 短縮されつつも、居住性の改善は図られており、室内幅は軽自動車最大となる 1350mm を確保するとともに、新形状のフロアパネルと防音材の最適配置により高い静粛性も得している。装備面では全車にフルオートエアコンエコリーフゲージ、エコドライブドを葉の形状の変化で知らせる。 平均燃費、渡航可能距離、外気温、エコアイドル搭載車はこれらに加え、アイドリングトップ時間、アイドリングストップ積算時間を切り替え表示する、マルチインフォメーションディスプレイ、エコインジケータ、ー、カスタム RS はエコドライブ時、メーターのエッジライト色が白からブルーに変わる、ブルーエコシグナルメーター付け、エコインジケーターの点灯条件を厳密にし、エアポン、 冷房を制御し燃費の向上に資するエコドラブモードスイッチが装備される。ヘッドランプは、標準車は、マルチリフレクターヘッドランプ、カスタムには LED イルミネーションを内蔵した、プロジェクター式 HID ヘッドランプを備え、軽自動車発のナノイ、e、ー、ナノエ、パナソニック電工、合併後は、パナソニック製ディフューザーが、グレードにより標準、もしくはオプション装備が設定される。 キーフリーエントリー搭載車は、電動オート格納式、ドアミラーが装備される。なお、4代目のマイナーチェンジ時に搭載が見送られた、ドリンクホルダー照明、シフトパネル照明、全席パワーウィンドスイッチ照明が復活した。安全性においても、SRS サイドやバック、運転席、助手席や、SRS カーテンシールドやバック、ダブルプリテンショナー ホースリミッター機構付けフロント3点式、L はシートベルトがセットとなる、セーフティパックがカスタムのオプション装備に設定される。また、カスタム RS の 2WD には、レーザーレーダーを利用した衝突被害軽減ブレーキ、車載カメラを利用した車線逸脱防止支援機能、VSC、全車速対応型レーダークルーズコントロール、軽自動車発搭載がセットの、 インテリジェントドラインビングアシストパックもオプション、装備として設定される。さらに、カスタム RS の 2WD および 4WD には、VSC 単独のオプション装備も設定される。横開き式バックドアを採用した最後の計トールワゴンである。ノーマルとカスタムの2ライン展開は、歴代同様。本題では、ボディ骨格構造や足回りの改良など、 基本性能の向上を重点に置いており、サイドアウターパネルの全面配点化や構造断点を低減して、骨格全体で力を受け止める構造とし、外反樹脂化も、相まって 20kg 軽量化すると同時に従来と同レベルの衝突安全性の確保を両立した。その上で、アンダーボディを補強して、高合成化を行った、軽量高合成ボディ構造、D モノコック、D モノコック、 リアサスペンションやストラットの合成アップ、プッシュ特性の見直し、コイルスプリング、アブソーバー特性の最適化、ブレーキフィーリングの向上など足回りを改良した D サスペンション、D サスペンション、ワンタッチ操作でエンジンや CVT の制御を変更できる、軽自動車発のパワーモード切り替えスターリングスイッチ、D アシスト、D アシストを装備した。また、 ボディに開いている水抜き穴などの数を低減することで、騒音の元となる音響の車内侵入経路を削減し、吸音材の配置見直しやステアリング支持合成の向上などによりノイズや振動を低減した。また、フロントからサイドにかけての段差やミラー形状の見直しにより風の乱れを抑制し、風切り音も低減した。シートは骨格とシートバックの構造を見直して、 フィット性を高め、シートパッドの構造見直しによりホールド性も高めた上、ステアリングとドライバーの距離を縮めるために、ステアリングレイアウトを見直し、ペダル類もアクセルペダルとブレーキペダルの同時味を避けるためペダル間の段差を見直した。外観は厚みのある造形を採用し、フロントデザインはヘッドランプを大型化し、グリルを新デザインに変更、バンパーは 平面ラウンドを強調したデザインとなり、サイドはシャープで流れる造形とした。ムーブカスタムはフロントサイドリアで点を用いた衣装を採用し、バックドアは樹脂化によって可能となったデザインの自由度を活かしてベルトライスポイラーをイメージするデザインとした。内装では、ムーブはダークグレーホワイトグレージュの3等にインテリアを採用し、メーターにはタコメーターを装備。また、 オプションでシートをブラックに変更し、ステアリングに皮巻きを採用した、ブラックインテリアパックを設定。ムーブカスタムは、シルバーライン調ンパネガーニッシュと、立体ファブリックファインタッチシートを新たに採用し、自発光式2眼メーター中央に、軽自動車発の TFT、カラーマルチインフォーメーションディスプレイを搭載した。ボディカラーは、ダイハツの他の車種に採用されているカラーや、 新規カラーを加えて14色、ムーブ・ムーブ・カスタム共通カラー5色、ムーブ専用色6色、ムーブ・カスタム専用色3色に拡大すると、とも、初代以来となる2トーンカラーもオプションで設定され、ムーブはホワイトと組み合わせた2色を、ムーブ・カスタムはブラック・マイカ・メタリックと組み合わせた5色を設定した。燃費性能も向上し、 JC08 モード燃費で、ナニ WD 車は 31.0kmL、ターボ 2WD 車は 27.4kmL となり、ターボ 4WD 車も平成27年度燃費基準プラス20%を達成した。さらに、フロントアンダースポイラー、リアタイヤ前、スパッツ、スポイラー一体型バックドアなど空力、改善アイテムを装備したことで、 CD 値を低減した。スマーシについては後方にソナーセンサーを追加し、時速 10km 以下で走行時に後方約2から 3m 先に壁などの障害物を検知した場合、R レンジでアクセルペダルを強く踏んだ場合に約8秒間エンジンでを抑えることで急発進を防止する軽自動車発の後方を発進抑制制御機能を新搭載。 また、先代では、スマーシの構成の一つだった VSC&TRC はウェイクに続きスマーシの構成から切り離され、単独装備として、スマーシ非装備グレードにも拡大して、全車標準装備となった。リアシートは、ホールダウン機能が省かれた左右分割リクライニングスライド式となり、スライド量を 240mm に設定。また、過失長は、 最大で 575mm に拡大。エアコンも一新され、軽量高性能エアコンユニットや、スクロールコンプレッサーを導入して、高効率化を図り、性能を落とすことなく、消費電力量を大幅に低減。またアイドリングストップ中の送風運転時でも、冷たい風を送れる、スマートクールを採用した。ワイパーは、ガラス面に対して均一な設置圧力をかけることが、でき、 高速走行時でも浮き上がりにくく、空力性能も高めたエアロワイパーブレードを採用。方向指示スイッチはメカ式から電子式に変え、途中まで手を動かして手を離すと、ターンランプが3回点滅するワンタッチターンシグナル付けとなった。また、新たなセットオプションとして、ウォームパックを設定。本、セットオプションでは、トップシェードガラス、運転席、シートヒーター、 ウィンドシールドディアイサーの3点がセットとなっており、2WD 車は 4WD 車に標準装備されているヒーテッド,ドアミラーとリアヒーターダクトも追加装備される。それとは別に寒冷地仕様も全車標準装備となった。なお、バックドアは3台目で跳ね上げ式を選択できた場合を除いて初代から一貫して横開き式だったのが、本題ではついに跳ね上げ式。 縦開き式に変更され、横開き式バックドアはメーカーオプションでも選択できなくなった。また、5代目では、リアドア左下に装着されていたエコアイドルエンブレムも装着されなくなった。ムーブ、ムーブカスタムともに、全グレードに SA、マイナーチェンジ後は SAE という追加グレードがあり、スマーシ、スマーシンーが搭載されていることを意味する。ムーブには、 最も安価な L および LSAE 以外には以下の装備が標準搭載されている。すなわち、5代目の特別使用者、スマートセレクションシリーズに特別装備されていたスーパー VIR カットガラス、フロントドア、スーパークリーンエアフィルター、エアコンの蓄冷エヴポレーター、メッキエアコンレジスターノブ、プッシュボタンスタート、14インチアルミホイール L、LSAE は、 スチールホイールとなり、ホイールキャップが付属の6つである。また、L 以外の全車には、チルトステアリング、運転席、シートリフターが、標準搭載されている。シートリフターはオプションで設定可能。また、先代では、ムーブカスタムに採用していた、LED ヘッドランプ、ロービームオートレベリング機構をムーブにもメーカーオプション、L、LSA、を除くで設定できるようになっている。 ムーブカスタムでは、X と RS の2種類のグレードに加え、それぞれに、ハイパー SAE という上級グレードが追加されるほか、X にはカスタムで最も廉価な、スペシャルも設定され、細かく差別化されている。具体的には、ハイパー SAE を含まない、X と RS の違いはタイヤ及びアルミホイールのサイズで、RS が15インチ。 X が14インチとなっている。ハイパー SAE を含む RSK グレードにはスポーティサスペンションが装備されているのに対し、同 XK グレードにはない。また、X、RS それぞれのハイパー SAE グレードではノーマルの X、RS グレードと以下の違いがある。ハイパーではグリルとブランドマークをダークククロームメッキ化し、 グリルブとフォグランプ周りの LED イルミネーションを施している。また、インパネガーニッシュ及びドアオーナメントパネルは、クロッシーブラックグロスに、シートは、シルバーステッチを施した本革、ファブリックシートに変えられる。さらに、アルミホイールは、RS の15インチ、X の14インチ、それぞれに、ハイパー専用のものが用意されていい。一方、X に、設定の、スペシャルでは、 ノーマルグレードから、スーパー UV&IR カットガラス、フロントドア、ステアリングホイールのシルバー加色、メッキメーターリング、スマートクール、竹霊エバポレータ、スーパークリーンエアフィルター、オートライトが省かれ、トップシェードガラス、フロントウィンドと、オーディオ操作用スワリングスイッチは、他の装備とのセットオプション設定に、マルチインフォメーションディスプレイは、アイドリングストップ時間、 積算時間、平均燃費、渡航可能距離、外気温のみを表示する、ベーク仕様に、ホイールはアルミホイールからフルホイールキャップにそれぞれグレードダウンされる。ダイハツでは、電気自動車を開発した技術力をもとに、早くも1972年から燃料電池自動車を開発、ムーブもそのベース車になっており、2種類が登場した。2005年からは、 タントイ CHV も登場している、トヨタイ CHV も参照。動かす、生物の動作という意味の英語、ムーブ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。